ちは、ベースライン研究所のタペです。今回ね、リサさんのね、グレンゲ4弦でアレンジして弾いてみた、お送りしました。ご視聴いただきありがとうございます。まずね、アレンジについてのお話をしたいと思います。今回ね、5弦ベースの曲を4弦で弾くにはどうしたらいいかっていうのをね、考えながらやってみました。原曲はですね、5弦をもう結構ね、多用するような、ね、重低音サウンドなんですけど、4弦で弾こうとすると音域がどうしても足りないので、無理やりね、4弦で5弦っぽい演奏するっていうよりは、それなら一緒全く違うアレンジでやってみようという感じで、今回大幅にアレンジしてやってみました。イメージとしてはですね、3ピースとか、あとこうギターが1本だけの4ピースとかね、そのような、ね、バンドで弾くベーシストのイメージでアレンジしてみました。まあ、もともとね、私のプレイスタイルが指弾きでね、ベースライン動きまくるのが好きだったりするんですけども、一方でね、こう超絶テクニカルな、ね、ものっていうのはずっとね、敬遠してきたんですね。なので今回はね、普段やらないようなね、ことをね、やってみようという感じのね、かなりチャレンジのね、アレンジになりました。まだまだね、こう完成度に、ね、難ありなんですけども、まあ、自分の中でね、新しいことができたのでね、結構新鮮でしたね。で、具体的には、まあ、スラップとね、タッピングを使ってみたんですね。まあ、スラップ自体はね、他の曲でもね、弾いてみたことあるんですけども、ただスラップじゃなくて、サムとサムアップとプルっていうね、タカタタカタみたいなこう3連系のね、フレーズが入るところがあります。譜面では6連符で書いてあるかなと思うんですけども、タカタ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 っていうね、フレーズですね。まあね、あそこね、まあめちゃくちゃ速くてです、綺麗には弾けてないんですけども、まあもっと頑張りますっていう感じですね。で、もう一つのタッピングですね。タッピングは今回人生初挑戦でした。場所で言えば間奏から D メロっていうんですかね、まあ、あの部分で使ってみました。で、最後のサビ直前のところで16部でね、タカ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 っていう風に入れていくのが、まあ一番難しいところかなとは思いますが、今回の和音を聞かせるような感じで使ってますので、タッピングといってもですね、そんなにこうめちゃくちゃ難しいところが少ないので、タッピング入門のいいね、練習曲になったかなと思います。という感じで、最後のサビの盛り上がりといい、バンドではね、出しゃばりすぎと言われてしまうかもレベルのアレンジになりましたが、まあね、いろいろと盛り込んでみたので、ベースのフレーズの練習になるんじゃないかなと思いますので、タブ譜も載せてあるので、ね、ぜひやってみてくださいね。次に、音作りの話です。で、音作りも最初はやっぱ5弦ベースに負けない低音感っていうのをね、目指してですね、オクターバーっていうね、1オクターブ下の音を加えたりとか、そういうような機材を使って中低音サウンドを作ろうかなとかにもね、まあ、タッピング入れるんだったら、まあ、ディレイとかリバーブと空間系のね、音を盛り込んでみようかなみたいなことをね、いろいろやってたらですね、まあ、いろいろ考えすぎて、この機材がね、めちゃくちゃ多くなってしまってですね、で一旦リセットしました。そこでダークグラスのアルファオメガ、この写真の左下のね、機材なんですけども、こちらをちょっと使おうというテーマがね、新しく追加されまして、というのもアルファオメガはね、近々機材レビュー出すので、機材レビュー出すときはですね、その前に必ずこう実践的に、ね、使ってみるんですね。どういう音作りしたらどう使えるのかなみたいなの、いろいろね、試行錯誤するんですよ。まあ、そのためにね、アルファオメガの、まあ、実用も兼ねて今回ね、撮ってみました。最初はね、結構ね、ドライブをね、聞かせてね、ブリブリのね、サウンドを作ってたんですけどね、こう指弾きとスラップとタッピングの全部のね、音を賄ってしまおうと思ったんですが、横着しすぎまして、かなりね、浮いてしまうサウンドになってしまうんですね。例えばスラップのこうプルとかをね、ちゃんとね、聞かせたいんだったら、結構ハイをね、上げなきゃいけないんですけど、そうすると普段のこう指弾きのところがハイが強くなりすぎちゃって、うるさいというか、こうバランスを取るのがすごく難しかったんですね。アルファオメガ1台でなんとかしようは一旦諦めてですね、もう指弾きとスラップとタッピングで音を変えることにしたんですね。で、最終的にはこの画像で映っているセッティングで演奏しました。接続順としては、右上のチューナーから始まって、その次に上の中央にあるマットプロフェッサーのグリーンフォレストコンプレッサーですね。で、そして右下のダークグラスの B7K ウルトラに繋がってて、最後に同じくダークグラスのアルファオメガウルトラという順番で繋がっております。そしてアルファオメガウルトラにはですね、キャビネットシミュレーションという機能があってですね、まあ、アンプっぽい音にしてくれる機能ですね。その機能をオンにして、アンプ感を追加した上でパソコンで録音してます。なのでね、通常のライン録音よりもね、太い音というかね、こう空気感のある音がちゃんとね、出ているんじゃないかなと思います。基本の音色はですね、アルファオメガとコンプレッサーでね、作っています。で、アルファオメガのドライブは控えめにしてます。まあ、基本の、ね、音色っていう形でベースラインをね、ずっと鳴らしている時に、やっぱりあんまり歪ませちゃうとかなり浮いてしまうので、まあ、常時オンで使うならば、まあ、これぐらいの歪み量がいいんではないかなと思います。結構ね、こういい感じのドライブ感が出てるんじゃないでしょうか。スラップの時は鋭いね、バキバキサウンドのね、 B7K をオンにしてます。まあ、同じねダークグラスの製品なんですけども、アルファオメガと比較して B7K の歪みっていうのはデフォルトでドンシャリサウンドなんですね。これはね、B7K のね、機材レビューをぜひね、見てもらいたいんですけど、すんごいね、鋭いね、ドンシャリサウンドが作れるんですよ。なので、まあ、スラップとね、相性いいなと感じてまして、 B7K をスラップ要因として
投与してます。そしてタッピングの時はですね、今度はねアルファオメガをねオフにしてるんですよ。まあクリーンな音で、でコンプレッサーだけにしています。でこのグリーンフォレストコンプレッサー、これねかなりね面白いコンプというかね、癖のあるコンプというかね、まあ、そういうものなんですね。なんかパッコーンっていう音が出てからすんごい音伸びるんですよ。ナチュラル系のコンプとはね全然違う感じではありますね。なんで使い方が難しいんですけども、まあ、ハンマリングやプリング、スライドだけでね音を出す、タッピングとの相性が抜群に良かったので今回採用しています。そういうね、まあ、指弾きとスラップとねタッピングで音色を変えてますので、音色の変化にも注意してもう一度聞いてみてくださいね。基本的には私は原曲に近い形でミニコピーして演奏しているんですけども、今回は大幅にアレンジしてみました。気に入っていただけましたならばチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。で励ましのコメントとかねいただけると大変嬉しいのでコメントもお待ちしております。ではではまた別の動画でお会いしましょう。ベースライン研究所のタペでした。